5月13日のリビングライフの時間です。私はウェスレアンホールネス教団の多摩川キリスト中央教会の牧師の本間と申します。今日は、今こそ主との初めの愛を回復する時ですというタイトルでエレミア書の2章の1節から8節の御言葉をご一緒に読んでまいりましょう。エレミア書2章1節から8節。ついで私に次のような主の言葉があった。さあ行って、主はこう仰せられると言ってエルサレムの人々の耳に呼ばわれ、私はあなたの若かった頃の誠実、婚約時代の愛、荒野の種もまかれていない地での私への従順を覚えている。イスラエルは主の聖なるもの、その収穫の初穂であった。これを食らう者は誰でも罪に定められ、災いを被った者だ。主の御告げ、ヤコブの家とイスラエルの家のすべての輩よ、主の言葉を聞け。主はこう仰せられる、あなた方の先祖は私にどんな不正を見つけて私から遠く離れ虚しいものに従っていって虚しいものとなったのか。彼らは尋ねもしなかった。主はどこにおられるのか。私たちをエジプトの国から登らせた方、私たちに荒野の荒れた穴だらけの地、砂漠の死の影の地、人も通らず誰も住まない地を行かせた方はと。しかし私はあなた方を実り豊かな地に連れて入り、その良い実を食べさせた。ところがあなた方は入ってきて私の国を汚し、私の譲りの地を忌み嫌うべきものにした。祭司たちは主はどこにおられるのかと言わず、律法を取り扱う者たちも私を知らず、牧者たちも私に背き、預言者たちはバールによって預言して無益なものに従っていった。今日は今こそ主との初めの愛を回復する時ですというタイトルが付けられていますが、今日の2節の御言葉を読んでそのようなタイトルが付けられたのだろうと思います。2節を読みます。さあ行って、主はこう仰せられると言ってエルサレムの人々の耳に呼ばわれ、私はあなたの若かった頃の誠実、婚約時代の愛、荒野の種もまかれていない地での私への従順を覚えていると書かれてあります。これはイスラエルの出エジプトの出来事を思い起こしています。旧約聖書の出エジプト記から新明記にわたってモーセによって指導されたイスラエルの人々がエジプトを出て、そして神様が与えると約束された地へと歩んでいく、その荒野の道のことであります。その後ヨシュアがイスラエルのリーダーとなり、そして約束の地に入り、それぞれ神様が与えられた場所を一つ一つ手に入れて、いわゆるイスラエルの国、イスラエルの地域へと定着していくのであります。それは大きな恵みであり、また神様の素晴らしいご計画でありましたけれども、約束の地に入ってからイスラエルの人々はもともとそこで信じられていた神々や、またその後諸外国との関わりの中でイスラエルの中に入ってきた
さまざまな偶像の神を信じ追い求めるようになってしまいます。3節を見るとこのように書かれてあります。イスラエルは主の聖なるもの、その収穫の発音であった。これを食らう者は誰でも罪に定められ災いを被ったものだ。主の蜜げ。この3節の御言葉を読むと、神様がイスラエルをどのように見ておられたのか、そして神様がどれだけイスラエルを大事に思い愛しておられたのかということが非常に強く伝わってくる御言葉です。しかし旧約聖書に記されているイスラエルの歴史というのは、この3節に記されているような主の聖なるもの、その収穫の初穂とまで言われたこのイスラエルの人々がどん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 神様から離れていってしまう、そのような歴史でもありました。ですから5節でこのように書いてあるわけです。主はこう仰せられる。あなた方の先祖は私にどんな不正を見つけて私から遠く離れ虚しいものに従っていって虚しいものとなったのか、と書いてある通りです。出エジプトの時にイスラエルの人々は決定的な奇跡によって大いなる解放、救いの恵みを経験しました。しかしその恵みを与えてくださった神様を後の人々は求めなかったのだと、そのように6節に書かれてあります。6節、彼らは尋ねもしなかった。主はどこにおられるのか。私たちをエジプトの国から登らせた方、私たちに荒野の荒れた穴だらけの地、砂漠の死の影の地、人も通らず誰も住まない地を行かせた方と。初めの愛の回復というふうに言っていますけれども、私たち個人の信仰生活で考えるならば、それは神様を信じたばかりの頃の、おそらく多くの人がもう主のためだったら何でもしますというような非常に喜びに満ち溢れた思い、そういう時のまた信仰の回復というふうに理解することもできるでしょう。そのように思ってですね、励まされて、また今日からしっかり信仰の歩みを進んでいこうと今日思わされている方もいるでしょう。しかしイスラエルの歴史を考えながら見ていきますと、出エジプトの奇跡を経験してからこのエレミア書の時代まで600年ぐらい、いやそれ以上の時代が経っているわけですね。ですからイスラエルという集団を考えたときに、600年前のその出エジプトを経験した先祖たちは、それこそ初めの愛というものを分かっていたかもしれないけれども、今600年経ったその後の世代の人は一体それは何だったのか、その途中で神様を求めて、しっかり求めてきたという歴史がなかったので、あんまりよくわからない、そういうことがあるのかもしれません。最近教会でも世代交代ということが盛んに言われるのではないでしょうか。どんな集団でも団体でも教会でも、おそらくそれが始まった時、それを始めた人々というのは明確なスピリットを持って、そしていろいろな困難を信仰祈りによって乗り越えてきたという証がたくさんあるんだろうと思います。やがてその集団や団体教会は安定していって、しばらく本当にその最初の人々の祈りと信仰によってなおですね、守られて進むような時代があるかもしれません。しかししばらくすると何か困難に直面することもあるでしょう。いやまさしく今がそういう段階ですと思われる方もいるかもしれません。その時にはもうすでに最初の先輩たちはいなくて、私たちはただもう出来上がって安定していたところに加わったけれども、この経験する困難をどのように乗り越えていいかわからないというようなことに直面することはないでしょうか。
私たちは初めの愛を回復するといった時に、単にその時の心がけを見習うということではなくて、私たち自身が次の世代のものが困難を信仰で乗り越えて、そしてこれを通して成長させられていくという、いわば最初の人たちがした経験を同じように私たちも困難の中でしていくことによって、その初めの愛を受け継ぐものになっていくのではないでしょうか。出エジプトの民が荒野で経験したことは多くの困難でした。でもその時を回想しながら、エレミアは主の御言葉として初めの愛を回復するようにと。私たちいかがでしょうか。今さまざまな困難や課題の中にいるかもしれません。その中で私たちは主を尋ね求めているでしょうか。さまざまな出来事の中で、なんでこうなってしまったんだという思いになることが多いかもしれませんが、その時こそ初めの愛を見せてくれた本当に先輩たちと同じように、私たちもまた信仰を働かせて主を見上げていく時ではないでしょうか。それでは今日の祈りを祈りたいと思います。愛する主よ、死の影に覆われた地から私を導き出し、光の国へと移してくださった恵みを私はいつの間にか忘れてしまいました。苦しい現実の前で主を不誠実な方だと思っていた私をお許しください。最初に主と人格的に出会い、救われた感激の中で献身した情熱を取り戻させてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。